隠された原稿を見つけた瞬間確信したよ。2つの事件は同一犯だとね。ところで君、名前は？小栗虫太郎だ。ありがとう。これで最後の情報が揃ったよ。君が2つの事件の真犯人だ。次回文豪ストレイドッグス第42話、完璧な殺人と殺人者その2。僕の話を全部聞いた後、君は自首する。